韓国では3月1日に三一節なるものが行われます。三一節とは 3.1 独立運動を記念して毎年行われる行事で、文字通り3月1日に行われ、祝日となります。終戦記念日である8月15日は韓国では光復節として、この3月1日、8月15日は反日のシンボリックな行事として盛り上がるようです。日本では 3.1 独立運動については知らない人も多いとは思いますが、日本統治時代の1919年に韓国の前皇帝の高僧が死去した際に、日本により毒殺されたというデマが拡散されました。国葬が執り行われる中、暴動に発展したのが 3.1 独立運動です。現在と同じように、デマや風説で彼らは盛り上がり、大暴れをしていたのです。もちろんその暴動は日本政府により鎮圧されました。国葬という意味は、当時、朝鮮半島は日本となっていたので、日本国の国葬として行われたものでした。この独立運動に端を発し、上海において大韓民国臨時政府なるものが発足しました。それが現在の韓国政府の前身となっています。つまり暴動を起こした反日勢力が上海に逃亡し、模擬政府のようなものを作り、潜伏していたのです。終戦後、この臨時政府のメンバーであった李承晩が初代大統領に就任するのですから、韓国が反日という以前に、反日組織が作った政府が韓国政府であることを日本人は理解しなければいけないでしょう。そのことは韓国憲法全文にしっかりと記されています。そもそも彼らは、日韓併合条約自体が無効だと言って、反発を続けてきた人々であり、実は併合条約締結にあたっても、韓国国内は、ロシア派と日本派に二分した状態でした。結果的には当時の準奏皇帝が日本との併合を決断したという流れなのですが、俺たちは納得していないぞという勢力が反発をし続けていました。今と同じなのですが、韓国は国の代表が締結した約束事であっても、俺はそんなの認めないと言い出せば、簡単に無効にする国です。そのため、日韓併合条約を認めないという勢力が政権を取れば、認めないという話になるだけです。条約は締結された以上有効なんですよ。ということが未だに理解できません。彼らが併合条約が無効だと訴える理由は様々ありますが、日本から武力によって脅されて結んだ条約だから無効だという話をよく聞きます。台湾は常に中国から領空、領海侵犯が行われ、つまり脅されているわけですが、そこで台湾政府が自ら中国に編入されますと取り決めた場合、どうなるでしょうか。結論を言えば、締結した通りになるでしょう。だから決してそのような条約を締結しないんですよね。日韓併合にあたり、準奏皇帝の勅諭が交付されています。日韓併合について大韓帝国の最後の皇帝が国民にどのように説明したのかがわかります。現代語に訳したものをご紹介します。皇帝が皆に伝える、私は不徳の致すところだが、困難な責任を受け継ぎ、就任後、今日に至るまで、国の改革や近代化を意図し試みるも、問題は山積したままだ。国の疲弊は極限に達し、これらを回復するにも晩策尽き、呆然としている。これを目の前にしても、私には到底その能力が至らず、この大任を他者に託して完全な方法、革新的な手段を講じるほかはない。そのため私は驚きの中、自らを顧みて、今は心が晴れ渡っている気持ちで自ら決断し、韓国の統治権を、従前から信頼している、隣国の大日本皇帝陛下に譲与し、東洋の平和を強固にし、朝鮮八道の民政を守りたいと思う。くれぐれも、国民各位は、国政と時政を審察し、動揺することなく、日本帝国の文明の神聖に服従し、幸福を享受せよ。私の今日の決断は、あなたたち国民を忘れたということではない。ただ国民を救い、生かそうと考えることから至った意思であるため、各位は私の気持ちをよく理解して行動せよ。この文が新聞紙面に掲載された1910年には、朝鮮半島では識字率が 20% に満たないとされているので、ほとんどこの文章を読んだ人はいなかったでしょう。現在の韓国人も直輸の内容を全く知りません。漢字が読めないことが原因でしょうか。三一節で韓国人が読まなければならないものは、この文章ではないでしょうか。さて、今回は韓国の三一節についてお話ししました。この動画が良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。